おはようございます。ランチャンネルです。こちらのチャンネルでは音響照明、映像機材などを取り上げています。興味のある方はぜひですね、チャンネル登録などよろしくお願いします。さて今回はですね、ご質問をいただいた中からちょっと動画でご回答をしていこうかなと思ってるんですけれども、まあいただいたご質問の内容というのがモノラルチャンネルしかないミキサーに。 このステレオの音源を入れたいんですけれどもどののようううに接続ししたたらいいいでですかというふうなものでしたこちらのミキサーに関してはここにステレオのチャンネルがあるのでその普通にステレオで入れることはできるんですけれどもこんな感じのモノラルのチャンネルしかないミキサーもあるのでその時に例えばパソコンの音とか。 えーまあ、iPod っていうか、えー、そういった音源だったりとか、えーまあ、もちろん、えー、CD プレーヤーとか、えー、そういったものを入れたりとか、えー、されたいということなんですけどもその時に、えー、どのように接続していいのか、まあ、どのような接続の方法がいいのかっていうことをちょっと簡単にご説明をしていこうかなと思います。えーまあ、例えば、ね、パソコンととか、えー、そうういいいいったた音源を使いたいという時には このようなケーブルを使います。こちらが、えー、まあパソコンとかに繋ぐ、えー、ミニステの、えー、3.5ミリジャックが付いた方ですね。えー、まあこちらを繋いでミキサー側にはこのようにホーンが、えー、白と赤、まあ L と R で繋、えー、げられるようないわゆるこの Y 型 Y 字ケーブルっていうんですかね、えー。そういったのを使います。で、これもどのように つないでいってまあどのように設定をしていったらいいのかっていうことなんですけれどもまあ例えばここまで六チャンネル分がモノラルのチャンネルなんですけれどもまあこちらにつないでいきますでつなぐのは L をこのいっちゃんのライン入力っていうラインと書いたところがあるんですけれどもこちらに L を そして二、えー、チャンネルのラインと書いたところにこれを指します。接続は以上でなので一、えー、チャンネルが L で二チャンネルが R というふうになります。そして、えー、このパンですね。このパンっていうのは、えー、音を、えー、L 側あと R 側に、えー、それぞれ振ることができるんですけれどもこのパンを 1>, 1チャンネルは左側に振って L 側にそして2を R 側に振って R 側にしますこうすることによってまずマスターを上げた状態でこの1チャンネルを上げるとこんな感じで L チャンネルがレベルが振れますそして2チャンネルを上げるとはい R チャンネルが えー、触れるようになりましたでこれ両方上げた時に、えーまあ、これでステレオの音源としてて、えー、流れてる状態になりますなので操作する時はこの1と2のフェーダーを同時に動かさないといけないんですけどもまあこれのためにはですね例えばこういったビニールテープとかあとまあガムテープとかでもいいんですけどもこれで フェーダーをこんな感じでまとめて止めることによって、えーまあ、同じように、えーまあ、あまりずれないようにです、ね、あの操作をすることができるように、まあ、こんな感じで一本のフェーダーになるように止めるような工夫もしたりします。あと、えー、今パンを振っているんですけども最終的に出力を えーまあ、モノで出したりするときには、まあ、特にパン振らずに、まあ、両方のフェーダーを上げてあげることによって、えーまあ、この LR の音がミックスされて一応モノで、えーまあ、元の音源の L と R が出る状態で音を流すことができるようになります。まあ、これ例えば、えー、と昔で言うとビートルズの曲とかは完全にこう L と R で、えー、とドラムとと ギターとあとベースと、えーまあ、コーラスみたいな、えー、で分かれたりしてるので、ね、完全にこの L と R を、えー、振ってしまうと、まあ、音源がですね完全にこう分かれてしまうっていうのがあるので、えー、意外とですね、あのー、普通に聞くとちょっと、あのー、音楽としてちょっと気持ち悪いので、まあ、そういった時にはもうわざと、えー、ものにしてしまって。 でまあ、真ん中から、えー、全ての音が出るような感じで、えーとまあ、音楽を流ししたたりりすする時もも、まあ、あったりもします最近の音楽とかだとあんまり極端にこう L だけとか、えー、R だけとかっていうのがあのないので、えーまあ、ステレオでもいいと思うんですけども、えーまあ、ちょっと音源によってはもう本当に L だけとかなので型、まあ、チャンネル上がってなかったら、えー、ベースとを ギターがないとか、えー、そういった状況になるので、えー、まあなんかそういった音源がある時は、えーまあ、ちょっとセンター寄りでもいいのかなと個人的には思いますモノルフェーダーしかない、えー、ところに、まあ、ステレオの音源を入れたい、えー、ということになった時には、まあ、10チャンネルあったとしたら、えー、ステレオで使う場合は一、えーまあ、つの音源に対して2チャンネル使うことになるので、えーまあ、いわゆる 5チャンネル分しかないというのと同じ状態になってしまうので、えー、まあ買われる時にですね、えー、まあ何に使うのかっていうのをまずちょっと想像してでステレオのチャンネルが2つでいいのかそれとももしかしたら4チャンネルくらいあった方がいいのかっていうところもちょっと考慮して買われるといいかなと思います。 まあ場合によってはその、えー、ラインミキサーっていってその、まあ、ステレオの音源をだけをこうミックスするような、えーまあ、ラック式の、えー、ミキサーだったりとか、えー、そういうのもあったりするので、まあ、そういうのも含めて、えー、いろいろ検討されると、えー、いいんじゃないかなと思います、はい。ということで今回はモノラルチャンネルしかないミキサーに、えー、ステレオ音源を、えー、入れるっていう、えー、方法それについて説明をしてみました。 ということで、こんな感じで、ご質問とかいただければ、場合によっては、このような形で動画でですね、お答えできるものもあるかなと思いますので、ぜひコメント欄の方に、ご質問、ご意見などをお寄せいただければなと思います。それでは、今回もご視聴ありがとうございました。次の動画もご覧ください。